はい、皆さんこんにちは。県内の神田俊明です。今日はですね、ちょっと NFC で、いろいろテストしてみたいと思います。なんかね、もう Google Play の中には、 Android の中には NFC のリーダー山ほどあります。NFC ハンターとか、アプリ起動 NFC タグ作るかも、ラウンチャー NFC レーダー、いっぱいありますね。NFC カード管理、これが分かりやすそう。これ良さげですね。これをダウンロードしてみましょう。ダウンロード。一瞬ですね。早い。開く。スイカ。免許証もパスポートも管理できるんですか？これ面白そうだ。これでもういけるのかな？ここにカード用意しました。NFC。そこにかざしてみましょう。カード名、スイカ、ID とか。ID 出ちゃってるのかな？怖い怖い。来た。で、カード名、スイカとしました。タイトルって何だろう。まあいいや。で、完了。使い方が分かんないな。もう読み取ってんのかな、もしかして。読み取ってませんね。これよく分かりませんでした。じゃあ NFC のタグ管理、これは KDDI のやつですね。もうぶっつけ本番でちょっと分からないですね。この音は聞きました。これこれ、うるさいな。読み取り続けてんのかな。10月6日残高、これ話すとダメなんだ。読み続けてますね。ちょっと見てください、これ970円とか1130円とかいろいろ出てますね。結構うるさいですね。これずっと溜まってるやつを読み込んでるのかな。ちょっとパスポートとか読み取れるの面白いですね。ちょっと見てみたいと思いますけど。なんと iPhone ではこのことできなかったんですが、 NFC のタグを読み込むアプリがいっぱいありました。で、話すともう大丈夫かな。ほら、バスとかね、入り A とか物販とか、運賃支払いとか。これね、結構いいかも。日にちが分かって、残高が分かって、使った金額が分かんないですね。残高しか分かんないですね。お小遣い帳にしては残高は分かると。でもこれカードから補填してるんで、全然あれですね。あんまり当てにならないかもしれません。ネクサス7面白い。楽しくなってきました。